オベロン。オベロン、ユーラネス4オベロンは、天皇星の第4衛星で、天皇星の5大衛星の一つである。天皇星の衛星の中では、シタニアに次いで大きい。オベロンは、1787年1月11日に、ウィリアム・ハーシェルによって発見された。同じ日にハーシェルは、天皇星の最も大きい衛星である、シタニアも発見している。なお、 ハーシェルはこの後さらに4つの天皇星の衛星を発見したと主張したが、これらに関しては、その後存在が確認されず、発見は誤りであったと考えられている。オベロンとチタニアは発見後50年近くにわたって、ハーシェルが用いた観測装置以外では観測されていなかったが、現在では高性能のアマチュア望遠鏡を用いて観測することができる。天皇星のすべての衛星は、 ウィリアム・シェイクスピアもしくはアレクサンダー・ポープの作品にちなんで名付けられている。オーベロンは、シェイクスピアの儀曲、夏の夜の夢に登場する、シタニアの夫である妖精のオーベロンにちなんで名付けられた。この名前は、1852年に発見者、ウィリアム・ハーシェルの息子、ジョン・ハーシェルが、同じく、天皇制の衛星アリエルとウンブリエル発見した。 ウィリアム・ラッセルの要請を受けて提案したことが知られている。シタニアは、はじめのうちは、天皇制の2番目の衛星として知られており、1848年には、ウィリアム・ラッセルによって、ユーラネス2という番号が与えられた。しかしラッセルは時折、ウィリアム・ハーシェルによる番号を用いることもあり、こちらはオベロンが、4、シタニアが2であった。 最終的に1851年に、ラッセルが当時発見されていた4つの衛星に対して、天皇星から近い順番に、ローマ数字による番号を与え、それ以降は、ユーラネス法が用いられることとなった。オベロンは、天皇星からおよそ 584000km 離れた軌道を公転しており、天皇星の五大衛星の中では最も遠方を公転している。 オーベロンの軌道離心率は小さく、また天皇星の赤道に対する軌道傾斜角も非常に小さい。軌道周期はおよそ13.5日で、自転周期と同期している。そのため、地球の月と同様に常に同じ面を天皇星に向けながら好転している。これは、長赤固定と呼ばれる状態である。天皇星の五大衛星のうち四つは、 完全に天皇星の磁気圏の中を交点しているのに、対し、オベロンは軌道の大部分は磁気圏の外部にある。その結果、オベロンの表面には太陽風が直接吹きつけることになる。磁気圏の内部を交点する衛星の場合、天皇星と同じ角速度で回転する磁気圏のプラズマが衛星の高校半球に衝突する。これにより、 高校半球の表面は暗くなると考えられるが、実際にオベロンを除く後大衛星では、この影響が現れていることが分かっている。天皇星と同様に横倒しの軌道で好転しているため、下手の際には北半球が直接太陽の方向を向くことになり、逆に南半球は太陽とは反対方向を向くことになる。そのためオベロンは極端な季節変化を経験する。 地球の場合は、極域が、下肢や、当時の前後に白や過極やを経験するが、その極端な状態と言える。このためオベロンの両極は、天皇制における、半年の間ずっと、昼か夜が続く。ボイジャー2号が1986年にフライバイした際は、南半球が下肢を迎えている最中であり、北半球は、全体が夜であった。42年ごとに、天王星が、 分典に差し掛かり、赤道面が地球と交差するときに、天皇星の衛星同士の遠平が観測可能になる。このような現象は2007年から2008年にかけて発生し、2007年5月4日にはオベロンが、ウンブリエルを、およそ6分間にわたって遠平する現象が観測された。オベロンは、チタニアに次いで2番目に大きく重い天皇星の衛星である。また、 太陽系の衛星の中では9番目に重い。密度は1 6 3ートルであり、土星の衛星の典型的な密度よりも大きい。そのため、氷とその他の高密度の成分が概ね半々の素性であると考えられる。後者は重い有機化合物を含む炭素質の物質や岩石であると考えられる。水の氷が存在することは2001年から2005年に、 かけて行われた赤外線の分光観測から明らかになっており、表面に結晶質の氷が存在することが判明している。氷による吸収の特徴は、光天の先行半球よりも後行半球で強く、これは他の天皇星の主要な衛星で見られるものとは逆の特徴である。この非対称性の原因は明らかになっていないが、 表面でのと関係していると考えられている。表面への隕石衝突は水の氷のスパッタリングを起こす傾向があり、その結果として氷以外の暗い物質が後に残る。暗い物質そのものはメタンのクラスレートハイドレートが放射線の影響で変質した、あるいはその他の有機化合物の放射線による変質によって生成された可能性がある。オベロンの内部は 岩石室の核と、それを取り囲む氷のマントルに分化している、可能性がある。分化した構造を持つ場合、核の半径は 480km で、衛星半径のおよそ63%に相当し、質量は衛星全体のおよそ54%になると、推定される。オベロン中心部での圧力はおよそ 0.5GPA である。氷マントルの現在の状態は分かっていない。 もし氷が十分な量のアンモニアやその他の不凍液になる成分を含んでいた場合、核からコアマントル境界に内部界を持つ可能性がある。もし内部界が存在した場合、その厚みは最大で4 0トル、温度はおよそ1 8 0 k と推定される。しかし現在のチタニアの内部構造はその熱子に大きく依存し、あまりわかっていない。オベロンは 天皇星の衛星の中では、ウンブリエルに次いで2番目に暗い表面を持っている。表面は強い小効果を示し、位相角が0度の際の反射率は31%であるのに対し、位相角がおよそ1度になると22%にまで減少する。表面は全体的に赤い色を示すが、新しい衝突体積物は中間的か、もしくはわずかに青っぽい色を示す。 オベロンは天皇星の五大衛星の中では最も赤みの強い表面を持つ。先行半球と後行半球では色の非対称性があり、先行半球の方が赤っぽい色を示す。天体表面が赤っぽい色を示すようになる原因としては、家電粒子の衝突によるや太陽系の年齢にわたる微小隕石の衝突が挙げられる。 しかしオベロンに見られる色の非対称性はおそらく天皇星の外側の不規則衛星に起源を持つと思われる赤っぽい物質の硬着によるものであると考えられる。この物質が主に先行半球側に降り積もることによって色の非対称性が発生する。これまでに科学者が認識しているチタニア状の地質学的な特徴はクレーター、カズマ地形の2種類である。 オベロンの表面は天皇星のすべての衛星の中で最もクレーターが多く、クレーター密度はほぼ飽和状態にある。すなわち、新しいクレーターの生成と古いクレーターの破壊が釣り合っている状態にある。このようにオベロンがクレーターの多い表面を持つことは天皇星の衛星の中で最も古い表面であることを示唆している。発見されている中で最大のクレーターは、 直径2 0 6キロメートルのハムレットである。多くの大きなクレーターは、比較的新鮮な氷でできた光状を持っている。最大級のサイズであるクレーターのハムレット、オセロとマクベスは、底部がクレーター形成後に堆積した非常に暗い物質で覆われている。ボイジャー2号が撮影した画像のいくつかには、オベロンの南東の円付近に高さおよそ1 1キロメートルの山が映っている。 これは直径が3 7 5トル程度ある巨大な衝突盆地の中にある中央球である可能性がある。オベロンの表面は峡谷の連なりによって区切られているが、下ニアに見られるほどの峡谷の広がりは見られない。峡谷の側面はおそらくは聖断層によって形成された崖であり、新しいものも古いものも見られる。 一部の断層は大きなクレーターの明るい堆積物を横切って存在しており、このようなものは比較的後になって形成されたものだと考えられる。オベロンで最も主要な峡谷である。オベロンの地質はクレーター形成と内因性の表面の更新という二つの競合する効果に影響を受ける。前者は衛星の進化の歴史全体で発生し、 全表面に影響を及ぼす。後者の過程も事実上は全球的なものであるが、活発なのは衛星形成後の一時期である。難陰性の活動は主に近く変動的な性質のものであり、これによって峡谷が形成されたと考えられる。峡谷の形成によって古い表面の一部は消える。この近くの割れ目はオベロンが0.5%程度全球的に、 膨張することで形成され、古い峡谷と新しい峡谷の2種類の形成に対応する2段階に分けて発したと考えられる。先行半球とクレーター内部に見られる暗い領域の性質は分かっていない。月の海の形成に似た火山活動によって形成されたと考える科学者もいるが衝突によって 純粋な氷の近くの下にある暗い物質が露出したことが原因だと考える科学者もいる。後者の場合、オベロンは少なくとも部分的に分化しており、分化していない内部の上に氷近くが乗った状態になっている必要がある。オベロンの谷の名は架空の妖精の里に由来する。太陽系の天体や地形の命名のワーキンググループでは、シェイクスピアの儀曲、 夏の世の夢におけるオーベロンの居所が名前の由来であると述しているが、実際には、作中では、巨書は名前が付けられておらず、フランスの武勲氏ユオン・ド・ボルドーに登場する名称である。オーベロンのクレーターの名は、シェイクスピア作品の男性の登場人物に由来する。オーベロンは、天皇星周りの皇着円盤の中で形成されたと考えられている。これは、ガスト、 ダストからなる円盤であり、天皇星形成後の一定期間の間存在したものか、あるいは天皇星の赤道傾斜角を大きく傾ける原因となった巨大衝突によって形成されたものである。この円盤の詳しい蘇性は不明だが、天皇星の衛星が土星の衛星と比べて高密度であることから、比較的水が少ない蘇性であった可能性がある。 炭素と窒素の大部分はメタンやアンモニアではなく一酸化炭素と窒素分子の形で存在したと考えられる。このような円盤の中で衛星が形成されると氷は比較的少なく、また氷の中にはクラスレートの形で一酸化炭素と窒素が取り込まれ、また比較的多くの岩石が材料となるため高い密度を説明することができる。硬着過程は 衛星が完全に形成されるまで数千年の間、継続したと考えられる。物質の膠着に伴う衝突は、衛星のの外装を加熱し、深さ 60km にわたって、最大で2 3 0 k にまで温度が上昇したことが、示されている。形成が終了した後、表面付近の層は冷却するが、オベロンの内部は岩石に含まれる。放射性元素の崩壊によって加熱される。 冷えていく表面近くの層は収縮し、温められている内部は拡大する。これにより強い引っ張り応力が衛星の近くにかかり、近くが破壊されたと考えられる。現在見られる崖や峡谷はこの過程で形成されたと考えられ、この過程はおよそ2億年にわたって継続したと考えられ、衛星内部の活動は数十億年前に終わったことを示唆している。 もし不凍液の役割を果たすアンモニア水和物や塩化物が存在した場合、初期の膠着加熱と放射性元素の崩壊による加熱によってオベロン内部の氷は溶液していた可能性がある。内部が溶液した場合は氷と岩石が分離し、氷マントルに覆われた岩石の核という分化した構造に進化する。アンモニアを大量に溶かした液体の水の層は、 コアマントル境界を形成したかもしれない。この混合物の強小温度は 176K である。内部の温度がこの値を下回ると内部界は凍結する。内部界が凍結することで膨張が発生し、これによって表面に見られる峡谷の大部分が形成されたと考えられる。ただし、現時点でのオベロンの地質学的進化に関する知見は極めて限られている。これまでに オーベロンに接近して観測を行ったのはボイジャー2号のみであり、1986年1月に天皇星をフライバイした際にオーベロンの撮影も行った。ボイジャー2号のオーベロンへの最接近距離は470、600km であり、最も解像度の良い画像での空間分解能はおよそ 6km であった。この時の観測では、 表面のおよそ40%が撮影されたが、地形図を作成するのに十分な品質の画像が得られたのは全体の25%のみであった。他の天皇星の衛星と同様に、フライバイ時は南半球を太陽の方向に向けており、太陽光が当たらない北半球は探査することができなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。